汚れて、汚れても制服です。汚れてもいいんやけどスタジオバレーベースの今からワークショップ始めるんですけど、まさかの豪華ゲスト土井先生がなんとワークショップに参加していただけることになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。有名人って聞いてはります。ちょっと自己紹介ね。あ、ヘリちゃんの方から、そしたら案内のあと挨拶みたいな感じで。兵庫県立フラワーセンターの専門医の土井博文先生です。こんにちは。よろしくお願いします。食虫植物 の、ね、ファンというかマニアたちの中で、はい、この植物園が頂点っていう感じで、食虫植物の聖地って呼ばれてるのが兵庫県立フラワーセンターなんですけれども、その兵庫県立フラワーセンターの食虫植物を全部育ててるのが土井先生です。なるほど。まあね、はい、ご紹介していただきましたけど、私自身は神だとは思ってないんで。仏か。いややっぱりな、植物のおかげで、まあ、あいつらのパワーのおかげでああいう状態になったんで、それを私たちはそのフォローしてやるだけのことで、かっこいいこと言うと、だからね、やっぱりこの今日作るパルダも同じですけど、彼らの環境に応じたものを選別して育てて楽しむということがやっぱり一番なんで、やっぱ育てる楽しみがメインかな。飾る楽しみですけどね、今回のは。でもメリットあるんで、このようにお家の中で育てることができるので、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。パルダリウムの魅力って作って終わりじゃなくてね、やっぱり育ててなんぼやと思うので、では早速始めましょうか。はい、早速なんですけど、僕が作りました粘土ちゃんっていうのがありまして、こちらですね。粘土ちゃん使って土台を作っていきたいと思うんですけども、いろんな好みの形あると思うんですけど、斜めにしたり、凸型真ん中盛り上げたり、好きにやってもらったらいいんで、はい、お願いします。はい、でどういった植物を今回は使われますか、土井先生。やっぱりね、はい、どっちかというとこう多湿条件になるので、はい、やっぱり食虫植物は一部欠かせないかなと、うん、それとやっぱり這い上がる系統の観葉物、はい、あとベゴニア系ですよね、はい、であとまあ一部ウトリキラリアがおったりするんですけど、うん、やっぱりこういうケースの中に入れてやるには直射光をガンガン出す気な子っていうのは向かないですよね、はいはいはい、そういった子っていうのはここに入れちゃうとかえって、うん、調子崩しちゃうことが多いんで、はい、それならばもともと直射光よりもやや強めの半日陰を好むような子たち、うん、あるいは日陰を好むような子たちっていうのは、はい、合いますし、うん、そういったところに生えてることの割と湿気好きなやつが多いんで、うん、やっぱりそれを選んで、はい、食虫植物だけではなくて匍匐するやつ、まあ、立体的にね、はい、狭い空間の中に本当にこう自然に生えているというのをいかに表現するかというのが楽しみではあるかなとは思うんですよ、ね、はい、素晴らしいですいやいや僕が、はい、目指しているパルダリウムです、まさに、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ゴッドって言ってますね。ゴッド、シャコタン先生じゃないですか。シャコタン先生は言われてない言われてないですか。大丈夫ですか。ちょっとこれチャート系が面白いね。ハサミがこれチャートやろ、この石。リュウ、好きなハサミってあります？はい、ありますあります。これは一ついるな。これ聞いていいんですよね。あとは流木とか一回水槽入れてどんな感じかって見てもらったらいいんで、まあ、必然的には似たようなパターンにはなるんやろうけどな、見る方向が、ね、な、うん、あるもんな、うん、あくまで植物がメインですね。植物が育つ、うん、スペースを確保してもらえると、うん、なのであんまりね、その狭くなっちゃうと、あとメンテナンスもやりにくい、手が入って、うん、そのガラスも拭きにくいみたいなのもあるんで、ほんまやな。そのあたりもちょっと注意しながらやってもらえればいいかなと思ってるんで。煙が出てジューってなって一瞬で硬くなる。なんじゃそれ、うん、ちょっとやってみましょう、やってみましょう。やってみよう
か。はい、今やってみましょう、うん、こう液を垂らすとね、あ、煙が上がっていた、煙上がっとるわ、うんうん、こっちではあんまりカメラではね、うん、ほら、お、ほんまや、魔法や先生、これ触ってみて、これこう持ち上げてみてください。上だけ持ってみて、もう何でも、あ、ついた、ちょっと揺らしてみてください、剥がそうとしてみてください、ちょっと、あの結構傷つかってやったんだ、いや、マジかよ、あ、ついた、取れへん、マジ取れへん、すごいですよ、ありえへんねんけど、めっちゃ楽しそうこれ、車の改造にええな、いやいや、ちゃう、いや、びっくりです、マジで硬い、うん、初めからこの位置にあるみたいな硬さ、うん、グラグラもせん、マジマジ、おい、こんなもんがあるんか、うん、で、匂いもないし、ね、熱もないし、うん、ちゃって大丈夫、びっくりです、まいったね、そんなもんがあるんや、あきちゃんのところに置いてあるのかな、あるのかな、置くことになってます、まだ来てないです、だから今日はもうみんなで楽しんでやればなと思って持ってきてます、でこれ自体は、これ自体は何なん、これ接着剤、接着剤なんで、これだけでもくっつけれるんですよ、うん、でもさっきのをやると、またをつけるね、反応を締めるし、締めしてバーッとこうなる、一瞬で固まってくれる、うん、でこれやったらちょっとしばらくしてから固まるかなっていう感じ、うん、ダブルでひっつくいうことか、雑質選ばない、うん、ただしアクアテイラーさん言ってたんだけど、うん、ガラスにはつけない方がいいですって、熱持つんで割れちゃうんですよ、ガラスが、うわすげえ、はい、そうなんや、はい、だからね、押野さんの作品をつけるとかはちょっとやめた方がいいです、なるほど、はい、うわ、なんか違和感があるな、いつも手袋なんかしてやったことないからよ、今まで理想はな、こっちでもええしこっちでもええねんけど、はいはい、まあ、こう定番で設置すんねんけど、あの、うん、難しいな、ベゴニアがおってこうでちょっとずらしてほまそうそうそう、なんかええんちゃう、こう先ほどもねワークショップの講師ねいただいたんですけど黙々と、はい、面白いよなこういうのは、はい、私もあんまり粘土は使ったことないんやな、うんうん、今までほとんどなかったかな、うん、ここにつかない方がいい、使いよう方がいいやろ、 こういう感じの方がいいかもしれないです、なるほどなるほど、いいかもしれないです、うん、まあ今は大丈夫ですけど、これぐらいは、うん、汚れは後で取ってな、うん、どっちにしてもな、山にして、うん、皆さん黙々とされております、うん、はい、いやいやいや、やっぱりそのままでこうグッとその方が顔にご注目ください、うん、この真剣なまなざしをご堪能ください、もう今なんか半分オフ会みたいになってます、はい、これこっち綺麗で、いいです、前向いていてください、 あそうかもうな、おじいちゃんになるとねシャコタンはね、跳ねないといけない、うん、そう、跳ねなあかんねんみんなわけわかんこうやったっけ、こうや、こんな感じやってんな、うん、このぐらいって、あ、それそこでいこう、こっちで安定いいし、安定が、うん、エゴニアのクレオパトラですね、これはね、フィリピンのパラワン島の原産です、うん、ニードル山っていう、でその地元の人らとかクレオパトラって呼んでるのかな、その山のこと、うん、で粘土にひっついてもいい、その向き、それでいい、その辺でいい、地名みたいな、うん、あかんちょっとあかんちょっと待って、もう手袋いらん、ケリさんもベテランだけどね、皆さん注目です、塊ができるように濡らさなあかんのですよ、こういう場合はばらけた水ゴケだと落ち着かへんねん、下に置いた時にだからこういう、こう例えばこの細いこうやけど、この可愛らしい根のところに水ゴケのまま行く、そうですよ、そうですよ、で、あと隠すんですよ、うん、そうするとダメージもさらに少ないし、うん、これいい水ゴケ使っとるから跳ねまくるけど、車やないで、うん、カズさんが反応するから、 そう、それでな、まあ、ちょっとここにもうすでにね、うん、穴開けといて、はい、で表面だけ上目立てから、はい、これでセットですよ、 セット、あとは隠しですよ、おお、ね、その辺粘土がありがたいな、うん、じゃあのこの砂利だけやったらやりにくいんで、はい、カズさんから提供です。どう見てもそうやな。はい、あ、そうな、これええもんやないか。うん。ムカデなんですけど、ちょっと乾燥してきてるな、これ水かけとかね。うんうん。まあ5センチから
以上あれば全然大丈夫だと思います。その辺グーッといかんな面で、あ、俺が指だった方が早いな。なんだってこれでしょ。うん、それそれを飲ますわ。で、腐らん程度に押さえをしてやって、であとはこの上や上をどうするかや。粘土ちゃんでピチョッと貼ってやってもいい。粘土一発いこうか。このできればね、粘土ちゃんもね、うん、下からこうつなげてやった方が貼り付けて、貼り付けやすいの。水が上がってくるので、この流木に貼り付けてもらった方がいいです。先に皆さん結構離しちゃったりするんですよ、うん、浮かしちゃったり浮かしてしまってな、するとね、うん、そこだけもうカピカピになって、なってしまうやろ、うん、はい、皆さんもう早いですね。置いていくね。もう土井先生特に早い。いやいや先やったんだ。先もやってて、先も暴走してたから。はい、星野さん、はい、何でしょう。どのタイミングで砂利を入れますか。どのタイミングで砂利を入れるか。どこ系でもいいけどの。いつでもいいですけど、うん、これね、多分砂利で埋まっちゃうんで。もっと引っ張り出す。もっと上ですね。上に上げないと、はい、うん、俺あんまりその詳しく、ベゴニアに関しても詳しくはないんやけど、もうめちゃくちゃ余計種類があって、で、これ面白いな、これ原種やろっていうのは何となしに見たら分かってくることがある。うんうん、そう言われてみたら、日本でもうベゴニア頻繁に交配しまくっとう人少ななったな。昔は結構おったやろ。うん、そう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 、うん、取れます、採取します。自生地パルダリウム、おわ、パルダリウム酸プレミアムマス、ジェニゴケの仲間ですね。すごい、あのカビの匂いがする。それわかる、うん、これな、日陰、家の日陰行って、うん、あの緑の苔が生えた男の匂いや、うん、な、うん、この匂い、あーな、うんうん、あの長筒の中をピンセットでこうやってたら降ってくるやつ。嫌やな、あの田舎のばあちゃんの家行ったら、よ、よ、よ、来たの言うて、え、言うてくれるんやけど、暑いから思って家の裏行って溝にお玉じゃくしがおるなと思っとったら、その影のところにこういう苔がいっぱい生えとって、それをはぐった匂いがこれや。うん、これは苔の匂い、苔の匂い、両手を両者、うん、やろこいつ、はい、こ、やっぱりそうか、うん、そうそう、ちょっとトイレ行ってくる、マイク外していいんじゃない。そう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 、大変だもん。よく気づきましたね。危ない危ない危ない。あ、もう完成ですか。完成です。早い早い。え、モスはもうほんまにウトリがあるかいらない。はい、ウトリあるのでモス入れないという意見で2人とも一致したので、はいはいはい、うん、はい、すごい、いろんな植物があってね、なんか寄せ植え的な感じで、うん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 、すごいカラフルでいいと思います。ハエトリソウがどうなるか、うんうんうん、この位置で、うん、ハエトリが元気やとベゴがどうなるやろ、うん、みたいな。でもいろんな角度からもね、うん、楽しめそうですね。パルダリウムはね、うん、ちょっと雑にすると時間がかかるんですよね、うん、後々ね、そうそうそう、しっかり土台作ってしっかり固めていってやらないと、やっぱり時間がかかってしまいます。こういうふうにね、成長してくると楽しみやな。そうですね、出来たばっかりはね、いかにも出来たという感じやけど、はい、馴染んでくるとしっとり。そうなんですよね。YouTube とかやってるとね、ちょっと困ってることがありましてね、まあ、視聴数がいいからって言っても、さっきね話してたんですけど、動画作ってもうその時点でもう前から生えてましたみたいなね、作品になってるのがやっぱり見てる人は多いんですよ。で、いいねも多いんですよ。なるほど。でもそれってそっから何ヶ月持つのみたいな。なるほど。2ヶ月も経ったらもう崩壊してるよねみたいな感じにあるんで、僕はそうじゃなくて、育ててやっぱりね、自然にこう生え揃っていくっていうのがなんかパルダリウムの魅力かなと思うんで。そこやね。そうなんですよ、やっぱそこでないと面白ないわ。そう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 。あの、例えばまあそのどこかから依頼されて、はい、あの喫茶店の入り口とか、うん、あるいは大きな会社の、ね、はい、あの
あのオフィスのところとか、はい、エントランスとかそういうところに一時的にね、うん、あの展示してくれっていうならね、はい、そういう作り方も楽しいし見た目は美しいんですけど、はいはい、後々考えた時に、うん、やっぱりそのそういうのって必ず空間も埋まってしまってて、はい、植物のねやったってそんなに回れへん状態やろし、うん、やっぱりその、 あの動き方をもう決まってしまっとるからね、はい、あのやっぱ成長の過程がなかなか完成品には見にくいとこはある、はい、それは、 それは見た目は美しいけど楽しみが少ないと私は思う。ああそうですね、うん、はい、成長過程がいいんですよね。過程がいいんですよ。あ、一枚葉っぱ出てきてね、そう、あ、うん、また出てきたって、うん、でその中でもどうしても調子を崩すやつもいるんですけど、そういうのも含めてね、その観察するっていうのが僕はそれがパルダリウムの魅力やと思ってるんで、そう、はい、僕もそう思うんや。苔もそうですし、シダもそうですし、はい、やっぱり同じ環境のもの同士を合わせたと思っても、はい、なんかこうか一つ種類だけが合わなくて消えていったりすることはあるんですけど、うんうんうん、結局あとその置いた場所とか光の具合がちょっと合わなくて、はい、右向いてしまう子もおるけど、はい、でもそれはそれで一つの経験で、うんうんうん、で、どうしても私たちってこう見た目が面白いとか、はい、めちゃくちゃ綺麗とかっていうのこだわりしてしまうとこはあるんですけど、はい、やっぱりその中から強い子と、まあうん、色合いのある子と、はい、ちょっと弱々しい子っていうのもその一つの世界で、うんうんうん、生かし続けるっていうのが腕の見せ所でもあるし、はい、楽しみでもあるよ。楽しみでもあるし、いや多分ねマッチングすると大きくなっていくんで、うん、この中で、はいはい、あとはそれを増やすなり、うん、もう一回作り直すなりする楽しみもまた出てくるし、うん、そうですね。いやね、今までパルダリウムの中で食虫植物をオンリーっていうのは少なかったんですやっぱり、うんうん、でも最近いろんな植物が手に入るようになって、はい、そうすると余計変わった楽しみ方、うん、いわゆる植物そのものの面白さやね、はい、形だけではない、はい、室内のは面白い、ほんまに面白い、うん、はい、終わりました。おでは皆さんね、タイトルを、タイトル考えてタイトルを発表して終わりましょうか。作品タイトル、作品タイトル、縦揺れ、縦揺れ、縦揺れ、あれ、シャコタン仕様になった、急に分からんの、何や、縦揺れでいいんじゃん、縦揺れですか、縦揺れ、縦揺れパルダ、縦揺れパルダ、どういうことって崩壊するやん、縦揺れパルダ、先生、先生、理解できませんよ、さっきまで植物の魅力をお互いに熱く語ってたのにいきなりタイトル縦揺れ、だから小屋のタイトルはUFO、 UFO の中、中なん、あるいは宇宙人、いそう、おりそうやろちょっと2人で通じ合ってるけどうん、いそうって共感し合ってるけど、そうなのか、なんかね、なんかね、はいはいはい、異世界な感じの、異世界、こういうのはほら本当に綺麗かっこよくて、野生の地球の山奥のさ、南米のギアナ高地みたいなところの雰囲気があったりするけど、まあ、例えば、まあ、これとは限らへんけど、その異空間、地球じゃないようなイメージ、ってこと、もしかしてパルダマンが住んでる星かな、パルダマン、そこね、パルダマンおる星やな、うん、だからパルダ星、だからみんながね、その例えば山ちゃんがさ、はい、いろいろ作った中でタイトル考えてくれって言われた時に、はい、いろいろ浮かんでくると思うんだけど、はい、今じゃ食虫植物とか当たり前に普及するようになったけど、
やっぱりこう、あのこれだけの種類しかないけど、うん、あの一般的に生きてる連中と、うん、そうじゃない子たちの飲み合わせっていうことになってくると、うん、まあ言うたら、あの増加量は入ってへんけどさ、要するにな、俺はな、食事植物は超能力植物やってる言うやん、光合成やっとって、しかも消化酵素まで持ってて、うん、こういうのは、うん、な、あの屋久島で3000年生きてきた杉ですらマネができんことをこいつらやってんのって届けてるわけで、それとのコラボっていうことになるとやっぱり異空間やで、宇宙やで、宇宙ですね、ただそれはな、こんなん、俺が作ったらそんなにいいんじゃなくて、そんな大それたタイトルじゃなくてな、やっぱ縦揺れか結局タイトルシャコタン、シャコタン、ね、そこまで行っていいですよ、なんか宇宙まで広げてのシャコタン、シャコタン意味上奥が深いな、シャコタン奥深いな、シャコタン、でもやっぱりな、あの克服するやつもさ、はい、あのこういうホマロミにしてもさ、何に惹かれる、みんな見た目やろ、はい、でも見た目の中にもさ、はい、あのツヤのある葉っぱが好きな人、うん、あとビロード状になったやつに惹かれる人、うん、で、あの克服するやつが大好きな人、うん、いっぱいあるんやけど、やっぱりその色と形なんだろうか、人間が惹かれるのは、うん、何なんだろうな、うん、でもそれがな、やっぱりでも全然植物に関心のない人がいっぱいおるわけで、だからやっぱりな、なんだろう、もしかすると、小さい頃にあのやっぱり両親とか親にさ、あの花畑見に行ってもろたり、あるいは山にハイキング行ったり、動物園、水族園、いろんなとこ連れて行ってもらって、うん、いい、自然と接していくうちにだんだん生き物とか植物が好きになっていった、好きになっていくとどんな植物であれなんかこうやって惹かれるなというものが、その人それぞれにこう人間に感じる、訴えてくるものがあるのかなという気がする、うん、その気がする、だからベゴニアでもいろんな顔がおっても、特に野生種や、全ての植物に対して野生種を対象にしてみたときに、なんかさ、めちゃくちゃカラフルな交配されたベゴニアも綺麗やけどさ、何の煙突もないグリーンやのに、何かこいつ気になるな、もと野生種やったり、それな、これはな、ここ一筋縄でこんなこと言われへんねんけど、人間ももともと植物のおかげでこう生きてこれたわけで、でもともとバクテリアやった時代にな、もともとシアノバクテリアからとうとう酸素を呼吸するバクテリアがそいつらを食うようになってきて、バクテリアから同時並行でこう、まあ、人間も生まれた生き物が来たやんか、うん、だからなんとなしにはね、難しいけど学者だけど、その俺たちのこの遺伝子の中に、これも日本人も外人も含めて、特に日本人は農耕民族だったという過去があって、だとは農耕民族ということは、もう明らかに畑を耕しての、いろんな生き物と暮らしてきた人間の遺伝子のどっかの中に、植物をめでる、その感覚があるんやろかな、その子の魅力を見抜ける能力があるのかもしれへん。だから日本ってさ、アメリカ人が今、キチガメだなと盆栽が大好きやねんか、なんかおっついブームになってんねんな、で盆栽も日本庭園も外人には初め理解できんかったらしい、ところがだんだん時間とともに、なんだこの素晴らしさは、なんやろ、だからここでアメリカ人とかさ、ドイツ人とかさ、アフリカ人にテラリウムさ、テラリウムを作らせると、日本人とは違う形にすると気がする。そこ面白いと思うんや。だからやっぱり、もともと、この植物のそれぞれの魅力をな、それぞれみんな人間十人十色なんやけど、好きな人はそれにこだわる、
色合いを見つけて、うん、姿を見つけて楽しんでいくんやろうけど、うん、なかなかの、その中にはな、植物だけではなくて銅を欲しい人もおるわけよ。あ、はいはいはい、例えばアクアリウム、あの水を流す動きを、あるいは小魚を離してという、やっぱだんだん発展していくわ、ね、だからもあるやんか、あの大きな熱帯魚とかおってさ、はい、その上に巨大な流木にこのこれの発展型みたいなやつやってて、それが好きな、いうかもしかすると俺たちもこの植物たちに何か動的なものを求めとんかもしれへん。動きはゆっくりするんだけど、面白いよな、そうね。食虫税はそれが強いんじゃないですか。強いんや、食虫税は。やっぱりハエトリとか、うん、あのドロセラとかでもこう回ってくるとかあるじゃないですか。でもそのタイトルや問題は。タイトルか。うん、シャコタンじゃなかったんですか。シャコタン。シャコタン。ちょっといるじゃない。おじろさんかっこいいなあれ。かっこいいよね。めっちゃラベホンかっこいいわそれ。ほんまにほんまにかっこいい。ルペホン。ほんまやわ、ほんまや、ほんと、あのゴールは素晴らしい。あー、ほんまやわ、すごい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 、やっぱりその辺違うな。いいですね、このねじれるよ。そしてハンギングって言ったよ、オーバーハング、オーバーハングっていう、これこっちが正面っていうのがいいですね。決まったみたいです。そしたら土井先生、はい、作品タイトルを、はい、お願いいたします。はい、タイトル、はい、シャコタンの調べ縦揺れということにいきます。縦揺れ、縦揺れ、もう通じないでしょ。シャコタンの調べ縦揺れ、ちょっとおしゃれな並べたのね。これよく言ってるけど、うん、うん、助手席で怒り狂うやつ、うん、自然のね、原種の植草とか宇宙とかまで行って、うん、で、シャコタンの調べ結局戻る、戻るということですね。深いですね。深いんですよ。だからこの中にもその深さが素晴らしい、ありがとうございます。ということで、ありがとうございます。シャコタンの調べ縦揺れ完成でございます。ほら、縦揺れしとかな。縦揺れ最高って、最高って。でも楽しいね、作るの本当楽しい。そうですね、うん、うん、ここからが成長が楽しみなんでね。これはエリちゃんのお店に置くのかな。先生持って帰るのかな。私はね、あのもうそちらの方に置いてもらった方が。あ、はい、あの、そうですね、実はね、うちも広すぎてこれを綺麗な方に置いてあっても、うん、面倒見てくれる子がおれへんかったら、からからなんだもんな。じゃあヘスガーデンに行ったら見える、見えます。縦揺れ、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 シャコタンの調べ、私が作りましたね。真顔で言うな。いいね、そうだね、達筆、達筆で言うな。念願の完成。皆さん、土井先生どうでした、作るというこの感じ、その自然とかじゃなくて、これはそのパルダリウムを造形するっていう。好きですよ。あ、好きですよ。楽しかった。良かったです。今回こういうケースの中で本格的に作ったのはそんなにあまり数はなかったんですけど、はい、日頃はね、寄せ植えをよくやってたんですよね。うんうん、あの平たい鉢の中にね、はい、あのこう石配置して、はい、植物たちをあの植えて、うんうん、立体的に楽しんで、一つのあの鉢の中でいろいろなあの捕獲方法の食虫植物たちを植えるっていうのはちょこちょこやってたんですけど、はい、今回まあ、他の、同じ環境で育てられるような、うん、植物たちと食虫植物を一緒にするっていうのはめったにないんで、はいはい、今回は植えるのも楽しかったんで、はい、結構私もね、こういう粘土
非常にね これのおかげで安定させやすいということが分かりました。ありがとうございます。これはね優秀だと思う、はい、すごいいいグッズだと思います。ありがとうございます、はい、ぜひ次もこういうの機会があれば、はい、ちょっと大きなのを作ってみたいなと。3メートル、3メートル、3メートル、3メートルでしましょう。1週間かかるな、祭りでしましょう。祭りな、祭りでいいかもしれない。ライブ、いいね。いやこれはなやっぱり LED から何からのおかげで、うん、やっぱ余計うん、楽しめる範囲が広まったよな、ね、植物全体の、うん、新しいジャンルですよね。いや完璧にそう、そう、うんうん、では最後にそしたら今の気持ちを一言で先生お願いします。楽しかったです。ありがとうございます。本当にありがとうございました。ありがとうございます。嬉しい。本当にありがとうございました。楽しかったです。楽しかった。パルコレこれで終了でございます。はい、はい、3日間出展者の皆様お疲れ様でした。ありがとうございます。ご来場いただいた今ご視聴いただいた方もねありがとうございました。ありがとうございます。これで終わりになるですけども、ね、今出演されている土井先生と、ね、平子さんが、何日でしたっけ。11月の16と17、はい、兵庫県立フラワーセンターで、食虫植物祭という食虫植物にもう何ポイントを絞りまくって、はい、日本の全国の食虫植物を育ててる方だとか愛好家だとかそれから業者だとかっていうのを来て来てって言って必死こいて集めて2年ぶりの、はい、再来でございます。わお、そうやな、2年ぶりか、はい、2年ぶりやったんですね、はい、なので、はいはい、ちょっと駅から遠いことに関しては今回はバスを出すなどというすごい、はい、だいぶ頑張ってます、はい、なので、ぜひぜひ皆さんそちらの方の利用も含めいらしていただけれたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2日目ね先生講演してくれはるんですよね、うん、でもね、まあ、講演頑張りますけど、うん、多分みんなは売っている植物の楽しみやと思うで。今日言うわ。今日言うわ。先生の話が楽しみで2日目って言ってくれてはるいっぱいいるんで。いらっしゃるんですか。わ、はい、かりました。頑張ります。はい、よろしくお願いします。はい。皆さんもよかったら来月ね、はい、食虫植物祭16、17、土日です、はい。はい。足を運んでください。よろしくお願いします。お願いします。それでは皆さん、僕も入ります。入ってる。これ手しか入ってない、手しか入ってない、手しか入ってない。これにて、入ってる。入ってる。パルコレ、終了でございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバーイ。